プロプレイヤーになった経緯というのはどのようなものがありましたか？そうですね、自分はプロスピ公式チャンネルの特番で、その今回の e ベースボールプロスピリーグが開催されますというのが発表されて、自分他のゲームでそのプロの e スポーツの試合とか見てて本当にかっこいいなって思っていて、でも絶対なろうと思って予選から頑張って、まあ、球団代表決定戦も少ないチャンスものにしてなることができました。桃坂選手、今年齢的には20歳ということですけども、はい、あ、大学生。お、普段は学校に通いながら、はい、二足のわらじ履くの大変じゃなかったですか？そうですね、その土曜日東京に行って、でも日曜日に帰ってくるんですけど、まあ、月曜日普通に一限から学校があって、なかなか東京と福岡の往復本当にきつくて、日曜とか疲れが溜まってすぐ寝てしまうことがあったので、本当のプレー経験でこんなもんじゃないんだろうなと思って、本当に改めてプレーだけではなくてそういう面でも本当に尊敬だなって改めて再確認できました。長久選手はプロプレーヤーになるまでの経緯であったりターニングポイントというのはありましたか？どちらかというとやっぱプロももちろんなりたかったんですけど、カープの代表になりたいっていうのが思いがやっぱ強かったんで、それがやっぱりいいモチベーションにもつながったのかなと思います。実際に代表になって戦ったこのシーズンというのはどうでしたか？石原監督だったり、その天谷総一郎さんが代理で、木村翔吾さんとかも監督に来てくださったり、本当に普段生活しているだけでは絶対に関わるようなことのできない存在の人たちなんで、本当にすごく経験ができました。長久選手にとって、はい、カープとはどんな存在ですか？はい、でもなんていうんですか、もう日常生活と同じですね。もう本当生活の一部というか、そのような存在の一員になるんだというモチベーションが、ではこのプロプレイヤーになれた要因、はい、そうです、ということですかね。一日どのぐらい練習されてるんですか？ iPad に慣れてないときは本当に一日5時間とかはやって、結構本当にずっとやっていて、プロスペースってのは他の Apex とかなんだろう、そういうのと違って本当にやりすぎると目が疲れてしまって逆に打てなくなるっていうことが起きてしまうので、短期集中でチーム内で連絡取り合って、まあ1時間から2時間長くダラダラやらずに、もう集中して1試合1試合集中して10試合ぐらいやって切り上げて。面白いですね。基本皆さんやはりこう長い時間やられるゲームの方が多かったと思うんですけども、プロスピエースはそうじゃないと。そうですね、やっぱそこが一番の大きな違いで、やりすぎると逆効果になってしまうので目が疲れて、そこが一番の大きな違いだと思います。長久選手は1日どのぐらい練習されました？僕も2時間3時間ぐらい1日だと。やはり長くないですね。そうですね、疲れると本当に打てなくなるんで、程よく自分で決めてやってます。首位打者にも輝かれたわけじゃないですか。バッティングを向上させるためにどのような練習されてるんですか？はい、でもやっぱり相手投手 その球種であったり変化量をしっかり把握して、そのいち早くそこにカーソルを持っていくっていうのを意識してます。変化量であったりその球種の部分というのは、はいはい、何かこうノートとかにまとめてるんですか？いや、もう頭の中に入ってます。相手ピッチャーってそんな1人や2人じゃないじゃないですか。はい、全部入ってるんですか？ある程度は入ってるんですけど、やっぱりその入ってない投手が急に来ると打てなくなったりはします。ね、まあ、あと打つ瞬間にちょっとちらっと見れるんで、はい、そこでちょっと確認したりもしてます。もう本当でも一瞬ですよね。それを見てすぐ合わせられるものですか？長くやってればある程度その球種の変化量だったりも分かってくるんで。桃坂選手は長久選手のバッティングスキルというのはどう見ていますか？よし、本当に毎開幕節からもずっと本当に素晴らしいバッティングで、ポストシーズン クライマックスシリーズと日本シリーズとか2イニングで何点取ったっけ、2イニングで13点とかって取って、もうコールドで決めていたんで、後ろで見てて本当に安心して見ることができました。長久選手から見た桃坂選手の凄さっていうのはどこですか？
やっぱりでも元からそのバッティングがすごかったんで、プロスピエースリーグだけじゃなく12球団を使ったオーダーの大会とかもあったんですけども、本当にバッティングがすごくて、ホームラン率が高いですし勝率も高かったんで、結構安定感はすごかったです。まあ、桃坂選手今シーズン4ホーマーということで、恋のアーチストっていうね、あの、はい、ニックネームもついてますけども、どうでしょう桃坂選手、ホームランの部分には。ホームラン打った選手が堂林選手と鈴木誠也選手と林光太選手で、選手の能力が堂林選手とかは超広角打法っていうのがついていて、その日本シリーズでも渡辺選手が堂林選手であの逆方向にすごいホームラン打ってたんですけど、それくらい堂林選手は打ちやすかったので、まあ、そこを2番に上位打線に置けたことがホームラン4本打てたことにつながったのかなと思います。しっかりと選手の特性を把握した上でホームランにつなげることができたと。そうですね、もうチーム全員堂林選手は本当に上位に置いてやっていたので、実際の選手の特性であったり能力というところも頭には入れて戦っていくということも大事になってくるのかなと思うんですけども、選手の特性などインプットをして戦っていましたか？まあ、自分はよく先発投手で大瀬良選手を使わさせていただいたんですけど、大瀬良選手は本当にリアルと一緒で本当にコントロールが本当に抜群で、そのコントロール二重丸っていう特殊能力もあって、構えたところに投げることができるので大瀬良選手は本当に使いやすかったです。終盤 3イニングなんで2回とか3回なんですけれども、あのここぞっと場面の時には代打で長野選手だったり、あの松山選手を起用の起用を良くしてました。それはあの実際のプロ野球でも終盤チャンスの場面で代打で出てきて、うん、まあ、仕事をしてくれる場面が多いというところもあって、はい、その2人をチョイスしていたと。そうですね、あとゲーム内での特殊能力っていうのもあるんですけど、はい、あの長野選手であったらあの代打の神様っていう特殊能力がついてたり、松山選手はそのチャンスがついてたりするんで、そういうところも意識しながら起用してました。実際のカープの選手では今誰を推してらっしゃるんですか？はい、まあ、自分は現役選手だったら、まあ、先ほども言ったようにピッチャーだったら大瀬良大地選手とか、野手だったら西川龍馬選手が好きです。今は西川龍馬選手を僕もワンバウンドでも打つあの天才的なバッティングがちょっと見ててすごいなと思って、もうルーキーの時からずっと好きです。やはりバットコントロール、これはゲームの中でも大きなウェイトを占めるといいますか、ポイントは高いということですか？そうです、打ちやすいです。本当に実際のプロ野球の試合も見ながら選手の特徴というのは頭にも入れて戦いに臨んでいるということですか？そうですね、まあ、特にもうリアルの野球を見てたらもう分かるんですけど、西川選手本当にミート力が高くて、ワンバンの球とかでももう本当にうまくバットに合わせる能力を持っていて、プロスペースの中でもカープの中で一番ミート力が高いんで、だから自分は1番に置いてまず出塁していこうっていう。だから西川選手1番だったんですね。はい、いや打順どうやって組んでるのかなとか私思ったんですけども、自分は左打者の方が好きなので、まあ、左打者でそのミートカーソルも高い西川龍馬選手をまず1番に置いて、2番3番にそのプロスペース的に能力の高い堂林選手と鈴木誠也選手を置いて、チャンス作って鈴木誠也選手で返していこうっていうプランでやっていました。3番の鈴木誠也選手は4番ではないというところはより攻撃能力が高い。そうですね、やっぱり3イニングしかないので、より多くの本当に打ちやすい選手から行こうっていう思いで3番鈴木誠也選手を置かせていただきました。はあ、なるほど。ここはまたこうね、本当の実際の野球とも通じるところもありつつ、プロスピの部分も踏襲しなければならないといいますか。そうですね、うん。お二人にですね、これからの目標について伺いたいなと思うんですけども、まあ、今回このスピリーグっていうのに出させていただいて、本当に今まで経験したことない本当にたくさんの経験させていただいたんで、まあ、もし来年まだスピリーグが開催されるかは分からないんですけど、もしチャンスがあればまた広島東洋カープの代表として頑張りたいなっていう思いはありますし、まあ、個人としてもそのもっと打撃の面でのスキルアップをしていきたいなと思っています。僕ももし来年開催されるのであれば絶対あのカープの代表になりたいですし、
連覇っていうのをしたいなと考えてます。また日本一をつかみに行くんだ、そしてカープの選手でそこに向かっていくんだというところで、はい、お二方向かっていくのかなと思うんですけども、お二人にとって e スポーツとはどういったものか聞かせていただきたいんですが。リアルのスポーツとは違って個人的には結構幅広い誰にでもチャンスがあるのかなとは個人的には思っていて、まあ、今回このスピリーグを見てプロスピエースを始めて、来年、まあ、もし開催スピリーグが開催されれば観客として見てた人が選手として出ることも十分可能性はあるのではないかと個人的には思っているので、まあ、e スポーツっていうのは本当に幅広く誰にでもチャンスがあるのではないかなと個人的には思っています。さっきも出た通り誰にでも本当にチャンスはあると思いますし、これからどんどん人口も増えていくと思いますし、本当に盛り上がってくれれば嬉しいなと思います。多くの人に、まあ、扉が開かれている、はい、その中でお二人もプレイヤーとして、うん、さらに実力を積んでいくというところになるんですかね、はい、本当に日本一おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。そして来シーズンもぜひカープの選手として連覇をしていただける姿というのを楽しみにしたいと思いますので、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。ございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。